すごいスマートにできそうですよね。あ、ひみちゃん、ダメダメ、そうじゃないって。食べきるの、具材も入れまして、水も入れて、だしも入れたので、はい、あとはこれにお味噌を入れたら完成でございます。おいしい、カリカリベーコン系だね、おいしい。あ、いたいた、素材もめちゃめちゃおいしい。命の尊さを感じますね。ありがとう、いただきます。前回に引き続き、作っていただいた料理を食べていきたいと思います。やったーやったー、待った、美味しそう。すごい。ではまずはですね、芹沢さんに作っていただいたものを紹介していただいてよろしいですか。サンマの蒲焼きです。蒲焼き、美味しそう。蒲焼きがちょっとどういうか分かんないけど、じゃあ皆さん実食していってください。いただきます。ビュッフェ方式ですね。この大きいお皿にちょっと、これ絶対自分で選んでる。いただきます。これきっとゆうちゃんがやってくれたやつだと思う。あ、おいしいよ。これはだめっちゃおいしい。さきちゃんの可能性ある。いただきます。塩れてるから。おいしい、おいしい、めっちゃおいしい、おいしい、うまい。ご飯が進むわ。ご飯一人だけ、白米より。一人白米食べてます。うまい、うまい、めっちゃおいしい。おいしい、いい感じに油乗ってるし、味付けも絶妙。あら、うん、嬉しいですね、これは。すごい、みんな好きな味。ほんとさ、あの魚から作れるのがすごいよね。確かに、一匹から、うん、魚の状態から。さきちゃんもさばきましたから。おいしい、一口じゃない。いいやん、おいしい。どう、自分でさばいた魚は。なんか、あれの、なんかサバイバル生活とかちょっと興味湧いてきちゃった。美味しいです。うん、美味しい。命の尊さを感じますね。いや、そうだよね。サバイバルね。サバイバルだね。ありがとう。姿見えてるところから。ありがとう。いただきます。芹沢さんの作った料理食べたことない。ない。あるわけないやん。食べた。ないない。いいお嫁さんになるね。恥ずかしいですね。素敵。美味しいよ。めっちゃ美味しいよ。次は山北さん、若井さんチームが作ったものですね。紹介していただいてよろしいでしょうか、改めて。きのことベーコンのホイルチーズ焼き。はい、美味しそう。美味しいな。うまそうだよ、もう。何かこう、ポイントとかありますか。あ、でも、多分本来きのことか炒めなくて、もうホイルに包んで焼くけど、炒めてからだから美味しいよね。うん、待てばいいよ。カリッてしてて美味しいと思う。はい、まあ、味付けは全部若井さんなんで。ちょっと味は保証しないですが、美味しいと思います。美味しいと思います、私も。はい、はい、いただきます。いただきます。さき様が切ってくれたベーコン、うん、あ、ちょっとチーズ固まっちゃった。うん、うん、大正解。うん、あ、うまい、うまい、うまい、おいしい、うまい。今回のカリカリベーコン系だね、うん、おいしい、うん、香ばしいわ。うん、うん、うん、ご飯が進むわ。全部理由がおかずになるね。さっきからご飯すごいな。フェイズさん、どうでしょうか。ご飯、なんかメンバーのご飯食べてるの新鮮でやばい。そう、間違いない。確かにね、おいしい。メンバーに食べてもらうの一番緊張するわ。確かにね。でも味付けもしっかりで、うん、おいしい。山北さんはこれまでなんか料理を振る舞ったとかってあるんですか、友達とか。そうです。なんか昔、うちの家にゆうきちゃんとひみちゃんが、あ、違うわ、来てなかったっけ。さきさん、あ、記憶違いました。記憶違いでした。ゆうきちゃんが来た時にあの、インスタントラーメンを作ってあげたこと。フルダックバックミューね、うん、うん、インスタントラーメンね。ちょっとアレンジを加えて、フライですね。そうでした。今回みたいにちゃんとこう、一から作ったみたいなのは初めてです。ないです、初です。そうなんですね、うん、あ、ニンニクいるね。うん、ニンニクいる？ニンニク感じる。感じた。本当は。ニンニク大事。じゃあ最後ですね。大事。深谷さんと久保田さん。はい。いただいた料理。はい。さつまいもとキノコの味噌汁です。うわあ。シンプル。秋だね。キノコ3つぐらい入ってるから。あ、そう。めっちゃ具材はたくさん。本当だ。具沢山。もう溢れんばかりのキノコです。まあでもそう、具材いっぱい入れた方が出汁が出るから絶対美味しい。うん。秋感じると思います。秋感じる。嬉しい。感じたい。早速、朝どうかな。あったかいね。あったかい。味見してないから。これ外食したら高そうだ、この具の量。いただきます。いただきます。味しっかりめだ。しっかり味噌汁。しっかり味噌汁だ。
美味しい。でもあー、うん、でもね、うまみちゃんがすごい。えのきっていいな。ご飯さんどうですか。ご飯が進みます。ご飯が進むわ。食べた。さつまいもとは痛い。さつまいもめちゃめちゃ美味しい。さつまいも火が通ってない。唯一のこの味噌汁の中。あ、ちゃんと火取ってる。ほろほろです。うん、よかった。うわうまっ。さつまいも美味しい。うまっ。あ、ほわ、久々に食べたさつまいもの味噌汁。美味しい。ひみちゃん、大きさが良かったね。来てくれた大きさが。いやいや、ひみちゃんの来たさつまいも、マジでさつまいも疲れた。めちゃめちゃ硬そうなんだ。骨切ってる音してたよ。ずっと切ってきたね。美味しい。美味しい。今回は比較的こう秋の味覚っていう形で統一したと思います。うん、うん、皆さんにとってこう秋と言ったらみたいな何かあったりしますか。芹沢さん、秋は。え、秋、秋その顔。何その顔。え、栗。あ、栗好きやん。栗好きだ。確かに栗拾いとかそういうの拾わないですけど。可愛い。拾わないけど栗好き。秋、栗食べれるルンみたいな気持ちになる。栗ご飯とか作る。炊くよ。山北さんは何かありますか。秋はやっぱりうさぎさん。月見ですか。うん、あ、まあ、月とうさぎって感じですね。若いさん、やっぱ運動会じゃないですか。あ、秋は。あ、まあ自分はね、運動会やってたな。どうなんですか、運動神経。球技以外なら。球技以外なら。ちょっと球技は苦手なんです。じゃあ、 100m 走とかそういう。あ、50m 走が得意です。へー、それすごい。知らなかった、それすごい。そうなの。 50m 走が得意。アイリスの運動会みたいな。やる、はい、ね、いやね、やるのか。やってないよ、やってないよね。運動する、もう絶対体力してる。いや、本当だよ。確かに。いや、10代がやることだよ。いや、間違いない。まあ、その撮影の後、再起不能になりそうで怖いんだけど。休みを、ね、次の休みでしょ。腰抜けましたとかさ、まあ、そうだよね。じゃあ、全力だよ。ちなみに、チャンネル登録者が4万人を超えました。あ、なるほど。ありがたい。ファンから来てました。すごい。ありがとうございます。順調ですね。始めた時、3万人だった。2万くらいじゃない。すごいね。すごいんだ。良いこと、良いこと。ね、ちょっと10万人まで頑張りましょう。うん、一旦。かわいいガッツポーズいきます。ガリアさん、秋は。そうですね。秋はやっぱり読書の秋です。素敵ですね。素敵です。最近はどういう本を読んでますか。そうですね。でもまあ、ちゃんと回答すると浅田次郎さんは読みやすくておすすめです。ちゃんと読んでるじゃん。はい、うん、さすが。ぜひ読んでください。久保田さんは何されてるんですか。秋何してるか。え、何してるだろう。え、でもなんか私個人的に秋はライブ多いなってイメージです。確かに。作品のライブだったり、それこそ愛理ちゃんのライブだったりとか、ライブも秋って意外と多いなって思います。美味しい。全部美味しかった本当に。すごい。初めて食べた。めっちゃ美味しい。美味しい。美味しい。めっちゃ美味しい。ご飯が進むわ。美味しいよ。めっちゃ美味しい。うまい。うまい。ご飯が進むわ。ご飯が進みます。うまっ。さつまいも美味しい。うまっ。もしじゃあ次あの冬に同じような企画をやるとしたら、うん、どういった料理を作りたいとかありますか。闇鍋、闇鍋、闇鍋やりたい。思った。闇鍋。でもなんか普通に盛り上がりそう。面白そうだね。冬やしね、多分次は。闇鍋って何？一人ずつなんか、うん、え、持ち寄って何持ってきたか分かんないの。いや、店真っ暗な状態で。真っ暗なんだ。真っ暗な状態でやるんじゃないの？なんか見えないように入れてみたいなやつじゃないの？あれ？まあみんなが要は目隠しして入れる人だけ、うん、そういう、うん、何入ってるかわかんない、うんうん、え、食べるときも目隠ししたの？多分そうじゃない、うん、うちのイメージそうだった、わかんない。それはもう闇だわ。闇だね。うん、なんかなんか普通に変な人チョコみたいな。楽しい。そういうの大好き。確かにあんまり強いバラエティー感ね、今回はなかったからね、正当な行動だったね。確かにありかもね。まあ面白いのもいいんじゃないですか。次回は冬に鍋を、闇鍋を。あ、面白い。はかどる。すご
まともなの持ってきりたんぽ飽きたからお願いします。あ、もうそう、まともな食材として調達するもんね、好き。というわけで、秋の味覚美味しかったですね。まあまあまあ、あゆちゃんも引き続き食べ頃ですよ。ファンになってね。以上、アイリスでした。バイチュッチュー。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。